大きく物事を変えようと思っても、変えられないものがあるじゃないですか、自民党のようにね。この発言の真相とは、JFA 内では大会前から森保監督続投の流れができつつあったが、4年間の戦いぶりを総括する立場の反町院長は次のダブル杯で8強を目指すには変化が必要と判断。実績ある外国人監督をリストアップした中でも、本命が前述マニアの異名を取るゲンウルグアイ代表監督のマルセロ・ビエルサ氏68だった。世界的な知名度で言えば森保監督とは比較にならない名称だが、外国人指揮官との意思疎通の難しさを痛感してきた JFA 田島構造会長66は、スタッフや選手とのコミュニケーション能力が高い森保監督を支持。田島会長の続投方針を覆せず、技術委員会の外国人監督路線は消滅したと JFA 幹部は明かす。実権をほぼ失った反町委員長は、4月から就任する新 JFA 会長の宮本恒康専務理事47とのパイプも細いため、新体制でほぼ半減となる JFA 理事からも外れることが決定的。本人も潮時と悟り、任期満了での退場を選んだ。つまり抑止用と提案するも疎まれ権力によって排除されたということか。あの発言はそのまんまの意味だったのだろう。もう一度聞いてみよう。